パネルを持ってきてもらいましょう。まず1枚目はこちら、はい、眉に持ってきてもらいました。こちらが1972年一番最初に発売されたポッカコーヒーなんです。なんと皆さんよく見てください。今の顔感とは随分雰囲気が違いますよね。実は発売当初は男の顔ではなく、こんな風に若者たちが集まったイラストを採用していたんですね。では次のパネルを持ってきてもらいましょう。パネルカモン。はい、では続いてはこちらです。はい、水木が持ってきてくれたのは1973年、先ほどの発売された翌年のデザインなんですが、今の顔感の原型とも思えるデザインに変わったのが発売翌年1973年なんですね。ちょっとこの男の顔を見るとちょっとロン毛というか、ね、襟足が長い感じがありますけれども、きっと当時のファッションなどが反映されていたんじゃないでしょうか。では次のパネルいきましょう。次のパネルカモン。続いてはまなみが持ってきてくれましたこちら。こちらがですね1987年、カタカナだったポッカコーヒーの表示が英語表記にここで変わったんですね。そしてこの男の顔もよく見てみてください。これ髪型がね少しさっぱりしてる感じですよね。やっぱりこれも時代を反映した男の顔になってきたとともに、だんだん皆さんの記憶にある顔感に近づいてきているのではないでしょうか。では次のパネルいっちゃいましょう。続いてのパネルこちら、はい、またまた眉に持ってきてもらいました。こちら1990年代です。逆境の中で男は変わったと書かれている通り、大きくこの男の顔も変わってきましたよね。ロゴもさらに一新されてちょっとこうかっこいい感じになってまいりました。歴史を振り返ると面白いですね。では次のパネルお願いします。さあ続いてさらに時代は進んでこちら2001年のパネルをお見せしましょう。これまでの男の顔からまたさらに爽やかイケメンにちょっと風貌が変わってまいりました。デザインもねなんだかすっきりしてまいりましたよね。ロゴもちょっと今風なデザインに変わってきています。では続きまして最新のデザインいっちゃいましょう。お願いします。はい、まなみに持ってきてもらいましたこちらが2013年から現在さまざまなデザインチェンジを経て現在販売されているこちらの顔感になってまいりました。このゴールドに輝く男の顔が印象的なデザインですよね。ただいまご紹介した6枚のパネルはほんの一部なんですけれども、発売からそれぞれの時代を反映するようにパッケージも移り変わってまいりまして、実は現在のこのパッケージ13代目なんですね。そしてポッカコーヒーオリジナル千葉ロッテマリーンズ 190g 缶、先ほどのマー君のねデザイン、こちらもなんと今年で3年目を迎えました。皆さんぜひ引き続き応援くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。さあということでまなみどうもありがとう。今日